はい、どうぞ、こんにちは、ノーです。今回はですね、はい、こちら、ドラゴンボールヒーローズ10周年記念アカウント、ツイッターのね、アカウントより公開されたビッグバンミッション7弾以降の、こちら、アップデート情報ですね。はい、これについて見ていきたいと思います。さあ、いろいろ公開されたんですけど、まず一つ目、BM7 弾以降、誕生日月に SDBH をプレイすると、誕生日プレゼントがゲットできるようになります。はい、経験値プラス21、そしてバトルアプリのテラプラス以上確定という2つのボーナスがゲットできます。はい、まあこちらは本当におまけに近いんですけども、正直言って20万2100ポイントでも良かったんじゃないかなって思った。っていうのも1年に1回じゃないですか、誕生日って。のタイミングで2021ポイントもらっても結局そんなに大した恩恵がないというか、まあレベル90代のアバターだとしたらレベルが1個も上がらないし、もうちょっとね、せめてレベルを1個上げるのに必要な経験値ぐらいとか、あとは10万以上の経験値をもらえるようにしても全然良かったんじゃないかなって思いました。まあでも今回正直言って、これは正直おまけなんですよ。で、今回ね、めちゃくちゃいいなって思ったのがこれ、アップデート情報その2、1人で遊ぶモードで倍速モードが実装されます。レベル上げや友情上げの時にご活用ください。はい、来ました、倍速機能。こちら倍速モードが新登場。1人プレイの時2倍速でバトルができる。緑ボタンと青ボタンを同時押ししている間、バトルのスピードが2倍になるぞ。はい、これ素晴らしい素晴らしい機能。ですね、まあ、今までね、ゴッドボス狩り、ブロリーを買ったりね、フューを買ったり、いろいろな経験値上げのね、方法が、まあ、皆さん、プレイされていたと思うんですが、それが、2倍効率、作業時間短縮、素晴らしいよ、これ。もう1時間で10周回れるところが、1時間で20周回れるからね。で、まあ、バトルって書いてあるから、まあ、経験値もらえる画面とか、アプリを選択するところとか、まあ、全部が全部2倍になるわけではないとは思うんだけど、これテリーのワンダーランドとかイルとルカの不思議なイルルカとかさ、やってる人だったらわかると思うんだけど、めちゃくちゃありがたいでしょ。あれレベル上げすごいはかどるんだ。っていうので、これは見た瞬間からめっちゃいいなって思った。はい、評判もいいしね。神運営さん、神、さすが神。あ、もうみんないいよ。好評だよ、好評。うん、もう待ちに待った機能って感じだね。はい、そしてアップデート情報その3、陣取りバトルの報酬がグレードアップ。到達レベルが上がるたびに必ずテラプラスのアプリがゲットできます。強力なバトルアプリを手に入れたいときはぜひ陣取りバトルをプレイしてください。はい、陣取りバトルでなるほどね。はい、あ、これは確かにね、うん、やる人あんまいないからね。陣取りバトル自分も1、2回しかプレイしなくて、これは正直見ても何とも思わなかった。テラプラスのバトルアプリは確定でゲットできる。まあ、テラプラスだから、戦闘力何戦制限とか出ないんだよね。その証拠に誰もコメントをしないしね。で、アップデート情報その4。次はバトスポ。バトルタワーが新たに登場します。ポイントに応じてタワーを登って最上階を目指せ。到達フロアが上がるごとに豪華報酬もゲットできます。はい、バトルタワー、まあなんかバビディの宇宙船みたいな感じだね。こう、まあバビディの宇宙船の反対バージョンですけど、すごいな、これ。なんか地球の上にこうタワー塔が立ってて、この上に行けば行くほど報酬が上がっていくみたいな。まあ最初500ポイントぐらいで次の階層に行けるらしいですね。はい。で、到達フローが上がることに豪華報酬も増えてる。まあ、これは、そうだね、報酬次第かな。報酬次第でちょっとどんなものか変わってきますね。はい。で、アップデート情報その5。バトスポでプレイボーナス開始。プレイするだけでボーナスがもらえるので、勝っても負けても楽しめます。まだ育っていないアバターの育成もできちゃう。はい、これね、前回のビッグバンミッションの6段前夜祭かなんかの時。いや、10周年イベントかな。それの時に、確かその、プロデューサーの樋口さんがおっしゃってて、バトスターを改善すると。バトスターをもっとやりやすくする。っておっしゃってて、まあ、どんな感じになるのかなずっと気になったんだけど、それのうちの一つがこれ。まず1回プレイすると経験値プラス100。で、3回目で300、500、5回目で500、10回目で1000、15回で1500という感じで、軽減じゃ最初もらえるんですよ。で、まあ、これね、25回プレイするだけでも、
経験値が、5000の6500、7500の、まあ8000ぐらい、もらえて、結構その時点でも美味しいんですけど、30回目で雨季の中から一種を選択、セントルキラプリレベル10、はい、敵チームセントル 65% を、ね、抑えるアプリ。さあこちらね、もう現環境でめちゃくちゃ扱われているアプリの一つ。下手をすれば戦闘力7000制限よりも、ね、活用の幅が広い、そんなようなアプリになってます。はい、そして記録ダメージ無効アプリ、自分チーム全員の記録ダメージを無効にしますということで、カヨシエリートなどのね、記録ダメージに特化したようなね、カードやアビリティを持った敵と戦うときにめちゃくちゃ有利に運びます。主にターレスとかユニットメンバーといったような、気絶させたくないキャラクターなどがいた場合や、気絶してそこに攻撃もらったらアウト、そのような状況なので使うといいでしょう。はい、そしてダメージガードアプリレベル1。はい、こちら自分チーム全員のダメージ、受けるダメージを 40% 軽減するアプリです。はい、こちらも非常に優秀なアプリとなっていて、まあ自分もね、もう1軍で、もうほとんど外したことがない、あの6枠の中からほぼ外したことがない、そんなようなね、貴重なアプリになってます。はい、窮地をしのぐのにはもうね、とっておき。そして気絶無効必殺技発アプリ、まあ、これがよくわかんないんだけど、これなんだろう、新規アプリかな。はい、気絶無効と必殺技発動だから結構強そうですね。はい、そしてダメージ超キラーアプリ。はい、こちら敵チームの中からパワーの高い順番から3人の当たるダメージを超ダウンする、おそらくそのアプリだと思うんですけれども、まあちょっと表記が違うから、まあそれなのか2人なのか、ちょっとそこはわかりませんが、まあ主に極限アプリと呼ばれてますね。はい、敵チームの当たるダメージを下げることができますので、ダメージガードアプリとはまた違った使い方をすることができます。という感じでですね、30回プレスするだけでこのね、最強アプリの中から一つを選択して入手可能です。まあアプリの強化プラス、これ全部持ってるよっていう人でも、例えばですけど戦闘力キラプリレベル10ステータスが低くて気に入らなかった、そんな場合にこれを選ぶとワンチャンステータスが高くなる可能性もあるじゃんっていうのをちょっと自分は一発かけてるんだよね。あと、ダメージ無効アプリとか結構ね、ダメージカットとかは、全然あるんだけど、まあ、ダメージ超キラーアプリ。ここら辺がね、ちょっと、まだ揃ってないので、まあ、それを入れようかなって思ってます。はい。という感じで、これはめちゃくちゃ神機能だと思う。おい、運営、いいな。ダメージ超キラーアプリは知らない人が多いと思うので、貼っておきます。通称、極限アプリと言われているやつのランダムで落ちるバージョンですね。あー、これありがたい。敵チームの中で、パワーの高い3人の当たりダメージ超ダウン。ああ、やっぱそうだね。いやー、いいですね。このアプリ。パワーの高い順からっていうところが非常にポイント高くて。貫通トアとかね、ターレスみたいな。主にサポーターにいるキャラクターとかには、まあ、ほぼほぼかからないでさ、こう、ターレスでね、パワー上がったキャラクターとかにかかりやすいので、結構これはね、効果的っていうのと、サイヤガールとか、サイヤ人男の子とか、まあ、そこら辺基本的に止められちゃいます。はい。そしてアップデート情報その6。バトスパのフリーバトルがカジュアルバトルに名前が変わってリニューアル。限定イベントバトルが開催されていないときはいつでもカジュアルバトルで楽しめるようになります。ポイントの増減を気にせずデッキを試すなどまったり遊べます。はい、こちらもいいと思いました。今までのランキングバトルだったら、まあ、ポイントが変動することによって負ければ100ポイントマイナス、勝てば200ポイント、いや、むしろテクニカルを入れたら、まあ、それ以上、300、400稼げるようなバトルで、主にそのポイントを重視したバトルだったと思うんですが、カジュアルバトルはそれがない。なので、別に負けたとしても、失うものがない。っていうのでね、まあ、結構そのネタデッキだったりとか、まだね、使ったことのないようなデッキを試すのに最適なバトルとなってます。そして、ランキングバトルで仮に1万5000ポイント到達して、もうこれ以上ポイントを増減させたくないな、もう一段昇格確定しているからこれ以上別にやる必要ないな、そう思った時、カジュアルバトルやればね、こうポイントの増減を気にせずにバトルを楽しむことができます。あー、いいですね。はい、そしてアップデート情報その捨てる。マッチングシステムの改善により、回収により今までよりも実務近いライバルとマッチングするようになります。さらに限定イベントバトルやカジュアルバトルで対戦する相手が見つからないときはコンピューターデッキとマッチングするようになります。メタル集め、あ、これもありがたい。実力の近いライバルとマッチングするようになるっていう、まあ、どれぐらいかわかんないけど、例えば自分が極み10段だとしたら、まあ、極み5段以上の人とマッチングするとか、まあ、極み段以上、
極み弾以上は極み弾以上とマッチングする、初段から10段の人は初段から10段とマッチングする、そのような感じになるんじゃないかなと思いました。そしてこれね、対戦相手が見つかないときにコンピューターデッキとマッチングするようになるっていうので、これねすごいいいと思ったのが、対戦相手見つからないとさ、こう2回ね見つからないとミッションモードになるじゃん。でも別に今経験値10倍でもないし、ミッションモード行ったところで別に何にもすることないよ。そうなった時にさ、ただただドラゴンボール集めるしかないんだけど、これねコンピューターデッキとマッチングすることによって、まあおそらくポイントもプラス100ポイントぐらいはもらえるのかなっていうところと、イベントバトルでもメダル集めができるということで、はい、非常にいい機能だなと思いました。バトスポのマッチング、同テンポでマッチング不可。これからも皆様を楽しめるように運営一同尽力してまいりますので、これからも SBBH をよろしくお願いいたします。ということでですね、マッチングシステム、こちら同テンポでのマッチングが不可になるので、まあこれはおそらくなんですが、2台打ち、要は自分一人で台を2台操作して一つのライセンスのポイントを増幅させるような、不正行為などですね、そういったバトルスポーツスタジオにおいての不正行為などを、防ぐための策略なのかなと思いました。はい、これはね、まあ、アップデート情報に入れるぐらいだから相当多かったのかなってちょっと思った。はい、そしてその9、バトルシステムがアップデート、ボルンガ究極ドラゴンボールバトル登場、効果も演出もボーナスもぐんとパワーアップ、なるべく運要素を減らすためルーレットの効果が色分けされており目押しも可能です。運要素をなるべく減らすためです。来てしまったか。いやー、運要素をなくすためね、これは素晴らしい機能だ。まあただただ目押しできるかできないかで相当勝率が変わると思う。要はこれ最速と同じで、目押しして最速を押せるか押せないか、多分そういったレベルの、もしくはそれ以上、要はポルンガールーレットでこのね、なんかスペシャルボーナスみたいなやつあるじゃん、よくこの敵チームに3つのマイナス効果、まあ3000固定と、なんだっけな、必殺技封印と〇〇みたいな、そういったものを自分の目で押して、敵チームに当たることができる。でさらにこれ確か戦闘力が出なくなるとかもあるんだけど、エナジーマイナス3とか、まあそういうのも引くことができまして、ユニットを出せたくないときエナジー減らして、逆にユニットをしたいときエナジー増やして、そういったことができちゃいます。はい。まあ、これは極めないとダメだね。一言で言うと極めないとダメ。ちなみにこのコメント欄でも言われてるように、時々玉ですね。はい。時々玉に関して、まあ、おそらくこれ、バトスポでも変更になりますって書いてあるから、まあまあまあ、時々玉も廃止されて、これのシステムになるのかなと思いまして、制御最初はこのブロリーと、ゴジータ VR ですね。まあ、あちらの2つが、衰退するのかな。まあ、要は開幕に行ったデッキが、これによって減るのかなと思いました。おそらくは減る。時々玉あってこそだったと思うから、まあ、やっぱり開幕ユニットデッキで、これで使えなくなるというか、おそらく相当減るんじゃないかなって思いました。はい。とりあえず、アップデート情報はこれで以上ですね。ということで、結構気になる情報ありましたがね。やっぱりこのアップデート情報のね、ポルンガールーレット。そして、はい、こちらね。カジュアルバトルに関しては、まあ、あれだけど、これはめっちゃいいね。アプリがランダムじゃなくって、これ、武器の中から一種選択で好きなアプリもらえるやつ、これはね、自分のその持ってるアプリとか照らし合わせてみて、例えば記録ダメージ不幸がなかったらこれ取ってっていう風にできるから、かぶりなくねゲットできて、これもいいなと思いました。でこれはまだ未知数だけど、あとこれかな。はい、倍速モードめっちゃいい。これいや、めっちゃいいよこれ、本当に助かる。もうね、レベル上げがやっぱりね、こう SBBH 苦行の一つじゃないですか、ね、三大苦行、レベル上げ、そして友情上げ、アプリ厳選、この3つの三大苦行のね、友情上げとレベル上げが一気にはかどるなと、思いました。はい、とてもとてもね、便利な機能が追加されてね、次の段からめちゃくちゃ遊びやすくなるなというところと、やっぱり運営側もね、こうバトスタの人を増やしたいんだなっていうのがすごい伝わってきました。
やっぱりいろいろこうね、開発担当の人たちがこう会議とか開いて、いろいろね、このバトスターどうやったらやりやすくなるのかとか、初心者参入するにはどうしたらいいのか、で、ガチ勢や今までの人たちが納得するにはどうしたらいいのか、そういったことをいろいろ議論して、なされた結果が今回のアップデート情報なのかなと思いました。はい、もう本当に自分もこういう場に参加して、ね、アイデア出し合ったりしたいなって思うぐらい、素晴らしい情報の数々で、次の段めちゃくちゃより一層楽しみになりました。ということで、今回はね、はい、ビッグマミッション7段からね、はい、こちらのアップデート情報が、追加されますので、まあ、そちらについてね、ご解説の方させていただきました。ということで、ご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。